おうおうおうここで待ち合わせするんだよ。ああ敬語を取り合って女子同士がなんか喧嘩してるわけ。私服とかがヤバくてこんな尖ったエナメルの独特じゃあ続いては中学校。中学校はい、はい、ここ、うん、学校名無痛虫ねダブルクリックじゃないのここじゃないここなんだよここに書いたここ今回草がないんだよ寄れないよなんでこれ行かないの、うん、ここなんだよここに絶対書いたもん、ねまあまあまあ、大久保中学校大久保中学校少しまた大久保中学校もでかそうだねいやこれもでかいねねえ、うん、でねチラッと見えてるんですよはいはいはいだいたいあの戸籍屋ですだいたいだいたいお中まあお中っていうんですか、はいはいはい、お中は戸籍屋戸籍屋これはなんかあの駄菓子屋というか、うんうんうん、なんかパン売ってたりあーはいはいはいジュース売ったりだいたいもう学校の近くにやっぱこういうねなるね、あるよねあの、浜屋はなかったっすけど、うん、五席屋はありましたね、いや、あるね、ちゃんと五席屋さっきのがね、正門で、ここが裏門なんですよ、うんうんうん、懐かしいここね、こここれね、これね、うん、当時付き合ってた彼女とおうおうおおここで待ち合わせするおお裏門から帰るんだ帰るんですよ付き合ってるあの、彼氏、彼女がいるはいはいはい、あるあるこっち正門なんですよ、うんそっちからじゃないはいはいはいこそこ裏からこっちですこっちになるほどね懐かしいカップルロードというか、はい、これも俺帰り道ですええー、はい帰ります下校早坂さんというこれいいですよ名前がいいこれ帰って帰ってなるほどねこっちですこういうこっちそっちに行くわけだ中学校の時はもう部活で陸上、うんそう、これも完全陸上部入っておうおうずっとハードルの選手でやってましたね、うん、私は全国も出場しましておうおうまあなんかすごい真面目に練習とかもしない子だったんですけどおうおう一生懸命やってるやつは割と県大会とかで落ちちゃったりするんですよラッキー俺、全国行っちゃった当時の友達にインタビューしたよねほんと一生懸命やってるやつはやってるやつやってるんですよ、うんうん、真面目にねガチ燃えて、はい、目指せ全中でそうそう部活以外で、うん、結構中学校もう熱中してたのってその当時ダンス甲子園っていう、はい、元気が出るテレビっていう番組で、はい、ダンス甲子園が流行ってて、うん、それで俺ダンス始めたりとか、うん、こうやってやるのねみたいななるほどねえ、タケはタケダンスはしなかったねああやっぱりかちょっとあのフローで踊ったのかってぐらいあいつセンスねえなボックス踏むだけだよ、ね、なんか硬いでしょそう、硬いすごい硬いし筋肉でそうそこだけね、そう、たこなかったあそうなんだね、面白いねそこでちょっとね、なんか若干分かれてくるたりするんだねダンスとかも、一人でやってたのあんま友達が少なくてあ、待ってえ、独特絶対独特なんだよ、ね、そうだよね自分で言うのもあるよ、ね、だからマイノリティよねなんかね中学校の時のね私服とかがヤバくてこんな尖ったエナメルのなんか可愛いっす早坂さんとデートするいやあそれでどうやって早坂さんは呉服屋の娘なのねはいはいはい絶対合わないビジュアル系なわけよそうだよね全身黒ずくめ真逆だもんね夏祭りとか来るわけもう誕生日の時俺だってその覚えてるけど青のチェックのシャツと白いタートルネックをもらったの、うん、黒ずめの俺が着ないよはいはい、武南高校ここがねはいねこういうのはい私立武南高校ということで、はい、ここで講師と出会いましたねまあさっきもさその中学の時に、うんカップルが裏から出るってあったじゃんありましたね武南高校もそうでした、ね、ありましたよ、はい、裏門裏門だそこから帰るカップルロードねはい一回も歩けなかったなそうなんだよ俺もそう、うん、敬語も俺ももうこっちからですよ
3年間彼女なし。なしです。急に後半なかった。なんだろうね、確かに思春期芽生えたら急に女子と喋れなかった。わかる。なんか部活に打ち込むキモいなんか男子だって全然なんか本当に出会った時そんなキャラじゃないもんね。そうで、しかも好きな子もいたけど、うんうん、誰にも言わない。言わない。そう、ひたすら気持ち悪い。思いをすごいなんか腐らせる。秘めて秘めて、ただもうだ絶対出さない。そうですね。我々の初対面は1年生の時にクラスが隣だったんですよね。そう、俺が C 組で B 組だったんです。で、俺部活迷ってて見学しに行くよって言った時にもバリバリ陸上部に入ってて、まあ私ね、お中で全国ですから行ってますから。全国ですから。なんなら俺高校も推薦で入ったんで。いや、そうですよ、ね、受験してるんです。いや、この足一本で上から来てるんで。そこで出会ったのが講師ですね。入学して1ヶ月ぐらい経った時に林間学校って、そう、あの、うん、ね、入学して間もないって全然友達もできてないのに、いきなりあの一泊二日だから、そうそうそう、共同生活、無茶ぶりなやつがあって、そこで多分俺ね声かけた気がする。確かに確かに、うん、その後です問題は。なんか廊下で女子たちが B 組と C 組の女子がすごい言い争いをしてるわけ。え、入学してもう間もない、こんなもうなんかバシバシあるんだよ。どうしたどうしたっつってバーってこう廊下見に行って、なんか警護を取り合って女子同士がなんか喧嘩してるわけ。はぁみたいな。こっちなんか出会って間もなくてまだぎこちないところですから、あ、お前そういうパンツ履いてるんだよ。廊下でやってたのよ。廊下で女子がもう色濃いかと。色濃いだね。その野菜先に言うのが警護だ。さっき話しかけてきたあの陸上部の警護じゃん。あいつかと。感じ悪い。絶対友達になんねえよ。マイナススタート。これが俺最初の印象です。マイナススタートね。そう。ただピークだったな。ね、モテモテだったんですよ最初。だってそんなエピソードあるのに、うん、ずっとカップルロードあるから。そっか、一回もないか。一回もないです、ね。ないな。3年間。うわー、なっつ、これ校庭で俺もうちょっとちょっと違うけどね、もう綺麗になったりしてる、人工芝になっちゃってるし。で、うちら当時武南高校はもうサッカー部がめちゃ強くて全盛期でもう全国バンバン行った時で、うん、基本この校庭はまあ見てわかるけど、もうサッカー部専用校、そう、専用なんですよ。で、我々陸上部はですね、あの近くの青木公園って、そうそう、俺は行きたいんですよ、青木公園。学校にいい思い出なんてないの。ないですよ、ないですよ。彼女できなかったし、できなかったし、しかも俺が好きだった子、サッカー部と付き合ってたし。あー、わかる。俺もだし。ケイゴの好きな子もサッカー部と付き合ってるし。急に雪。雪。ウモさんが作るバターライスを食いながら、めちゃくちゃうまいだよ。バターライスと音楽というのが、そうだね、繋がってましたね。繋がってた。なんかポイッと返してすいません。ずっとエヴァンゲリオン。グッバイ。